こんにちは、さおりです。今日は塩麹で作る塩味のスコーンを作ってみました。甘みは一切使っていないので、甘いのが苦手な方にもおすすめのスコーンです。では作っていきます。まずはブレンダーで粉にしたオートミールにベーキングパウダーを混ぜておきます。別のボウルに生のおからを入れていきます。豆乳を入れていきます。好きなミルクに変えても大丈夫です。塩麹を入れていきます。この麹は自分で手作りした塩麹を使っています。油を入れてしっかり混ぜていきます。油は癖のない好きな油を使って大丈夫です。しっかり混ぜたら粉と混ぜていきます。混ざったらラップの上に開けて麺棒で伸ばしていきます。麺棒で薄く伸ばしたら、半分に割って生地を重ねて、また薄く伸ばしてを 2,3 回繰り返してから切っていきます。四角く形を整えたら8等分にカットしていきます。クッキングシートの上に乗せて180度に予熱したオーブンで25分ほど焼いていきます。焼き上がったら冷めるまでそのままオーブンの中に入れておくと、水分が蒸発してサクサク感が増します。周りはすごくサクサクです。おからを使っていますが、そんなにしっとりしすぎず、サクサクですごく美味しいです。塩麹のまろやかな塩気がすごく美味しいです。甘くない塩味のスコーンおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。